この画面から始まるのか。そっか、一人称だからこうなっちゃうのか。おはようございます、ティラと申します。ドラゴンクエストソード実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、ゴーレムを倒してね、セティアと出会いね、エッチと呼ばれることになりました。よろしくお願いします。というわけで、このエッチくんなんですけども、なんかどこの山に行くんすよ。山登り、おじいさんは山へ芝刈り行くんで、山に登りたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、今日の衣服見てください。これいつぞやに使ったやつ。外へ行くんですか。気さくに話しかけてくんね。では門を開きます。さあ、その山へね、行こうと思います。セティアの言っていた、お気をつけて行ってきてください。うわー、ごめん、エッチって早速来ました。このセティアですね。はい。前回あったこのセティア。今回仲間に加わってくれます。あ、ブレイゲザンか。よろしくお願いします。今回セティアが仲間なのかな？前回スネオだったけど。あ、ブレイゲザン。あ、一応他のとこも行けるんだね。セティアを連れたまま。じゃあ今回はちょっとブレイゲザン行きましょうか。さあ、見てください。このね、草原などのフィールド。もちろん行けません。ファイナルソードみたいにね。外の草原には行くことはできないんで、道しか歩きません。行きましょう。いやー、どうなんだろう。もう山のなんか若干山の、来たよー。はいはい、オッケー、うまいよ。キラスコくんじゃん。てか、かっこいいよ、エッチって戦闘中もエッチエッチ言うんか、お前。動きをよく見て。動きよく見て。あー、クワクワ、痛い。ちょっと待ってくれ。やばい、ちょっと待って、やばい、下手、やばい、下手、ブランクが。いや、セティアは回復使うんだね。ちゃんとよく見ないと、隙があんまないぞ。守ってからでいい。守ってからって言ったのに全然守れてねえ。守ってからって言ったのに全然守れてない。全然守れてねえ。あかん、下手。一週間のブラックは人をおかしくさせるな。やっぱ、モンマトといい、やっぱ一週間やるとダメだな。え？あー！メラゴちゃん！メラゴちゃんだよね、どう見ても。うわー、お前、ライバルズでお世話になったメラゴちゃんじゃん。ライバルズでお世話になったぜ、お前には。もうやってねえけどな。何よ、こいつ。はい！何もしないのかな？メラを唱えてきそうだけどね。動きをよく見て。よし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 。ちょっと待って、今めちゃくちゃに振ったのバレたな。やばいなぁ。キラスコとかいいんじゃん。あとね、ガードポインター、ポインターを見失うから気をつけないと。ポインター見失いやすいから気をつけないとね。振りすぎてすぐポイント見失っちゃうんだよな。やべ、振りすぎてポイントすぐ見失う。やばいな。振りすぎるとすぐポイント見失うから本当に慎重にやらないとな。さっき言ったようにブンブがブンブン振ってるとポイント見つけるのが一苦労だもんね。結構来るな。何？おー！なんか来たと思ったら爆弾も来たぞ。爆弾も来てんだけど。爆弾は転がってきてんだけど。ね、爆弾は転がってきてんだけど。爆弾は突き飛ばせ。切るだけなく月をしてみましょう。月で後ろ、月ができれば話がちげえよ。ちょっと待って。はい、はい、はい。ああ、怖っ。何よ、こいつ。うわー、来てんねー。月ができたら苦労しないっての月ができたら苦労しねえんだよ。月出ろ、月出ろ。全然月出ねえ。月ができちゃう、苦労しないよね、このゲームね。何？あ、メラ、メラゴーちゃん、メラゴーちゃん、やっぱメラしてくんね。届かないよね。あ、爆弾は倒さないとダメなやつか。月ができたら苦労しないって。さあ、来た、来た。え、何？誰？
おいおい、お前かよ、殺人怒りかよ、殺人怒りじゃん。またなかなか見ないモンスターがなあ、もうマイナーすぎてお前知らないぞ、誰も。お前結構マイナーだからあんま知られてないぞ、お前の名前。殺人怒り、怒りくんじゃん。結構盾かけてんな。よし、まだ来る。あー、こーわ、また変なマイナーモンスター出てきやがって。おー、フルホルト、エイトモンスター多いね。やばい、毒持ってるこいつら、地味に。ヘルホーネット、あ、毒食らってんのか。てか地味にキアリーしてくれんの。セティア、キアリーもしてくれんのか。ヘルホーネット、さすが軍隊でくんね。その分切るだけよ、その分ね、ガンガン振っていけるから気持ちいいわな。よし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 、あ、イカだ。え、イカだあんの。イカだのって何、左右に動けるってわけでも勝手に進む。あ、勝手に進むわ、すげえ。え、大丈夫、どういう、え、どういうかこれ、え、どうやってすん、え、え、え、おー、どうもすいませんでした。え、イカだに乗りながら戦闘すんの。え、何この臨場感、すごい、なんか USJ のアトラクションじゃん。な、え、これ、あ、切れる、切れるみたい、これ切れるな。すげえ、自動スクロールで敵を切っていくスタイルね。いいねー、すごい USJ の感覚よ、これ。ホークマンホークマン確かに出るね。2の海で出たわ。お前にはくじ忘れられたかよ。めっちゃ噛んだ。いやー、ポインターが間に合わねえな、これ。ポインターを振りすぎてんだよな、やっぱ。大ぶりなんかそろそろ通用しなくなってきた。すげえ、イカダで戦闘すんのいいね。イカダで戦闘すんのいいな、これ。これは慣れてねえやつ酔うぞ、これ。ほい。マーマンかわいそうなんだけど、引き殺されてんねんけど、基本的に。あー、なるほどね。お、あれ先がない。あれ先がないよ。あれ、え、俺どこ走ってんのこれ。おぉUSJ のアトラクションみたいになってる。え、お、あれ、あ、どういう扱いこれ。あー、陸にでこうやって出てんのね。てっきりもう死んだんかと思った。え、え、待って、今なんか通らなかった、横。え、今なんか横通ったよ。え、なんか今横通ったような気がしたんだけど、気のせいかな。うわ、お猿さん嫌い、このお猿さん嫌いよ、このお猿さん嫌いよ。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待ってね。メニュー、あ、あー横に倒れとる。ここはいいから、無理。あ、なに、今できた、なんかそれっぽいのできた。でもここはガードしよう。安全策、安全策。よし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 よっしゃー。こっちさっき左に行ってたけど、右どうなんでしょうね。左行ったらなんかイカダ乗ってたんだけど、右はどうなの。こっちは道あんのか、それとも行き止まりかの二択だと思うけど、こっちなんだろう。こっちは陸路みたいな感じか、それか。なんもない。橋がある。ベス、ごめん。殺人怪が出てくるか、でも。結局出てくんのかい。いやー間に合わねえ、ポインター。ポインター間に合わねえな。ここ来る。はいはいはい。冷静に処理、冷静に処理、ここ。冷静に処理。
殺人怒りは出てくるのね。うわやばいぞこいつら。来るねメラ、メラ子ちゃんはメラしてくるからね。どうだ、え、あーここに爆弾がいるじゃん。ちょ待て、こいつら体当たりしてくるんだけど。あどっちか厚切り処理しないとダメだこれ。どっちか厚切り処理しないとダメだったんだ。やっぱり突き入れるか、突き入れか、やっぱこのゲーム。さっきと違って普通に橋が落ちるとかないよね。橋がバッて落ちるとかないよね。よくドラクエあるけどさ、橋が落ちるとかないよね。ねえ、橋の上戦闘しないでよ。キメラだ。え、剣でキメラの方を跳ね返す。キメラがこの剣で跳ね返します。跳ね返すんか。跳ね返せる印で、うかうかしていると。え、うかうかしているとってどういうこと。へえ、ここ、バイジルド何それ。オッケー、よし、うまい。今の突きはマジで向かった。今ファインプレーだな今の。これうまいことやらないと本当にキリになるんだけど。それセティアのバイシールド何これ。セティアのバイシールドが気になるんだけど。バイシールド、ティラの盾を60秒間大きくする。盾か、なんだ、剣じゃねえのか、剣じゃねえのか。ティラの剣を60秒間大きく、行き止まりになっちゃうのか。一応結局のところ、世界中の歯を見つけた。なんかすげえ良さそうなアイテムが。キアリー使わせちゃうんやな、セティアに。そのセティアのキアリーいらんわ。セティア今キアリーする時じゃない。よし、いや結局使わせちゃうんだな、キアリー。結構食うなお前キアリーで。来た、マーマン。あのさ、マーマンかわいそうじゃないこのゲーム。マーマン出落ちだよ完全に。マーマンこれ、マーマンかわいそうだよなんか、ほい。マーマンかわいそう、なんかイカダで引き殺そうもん、切った後にちょっとかわいそうになってきたな、マーマンが。おい、マーマンそんなんちゃうやろ。来るぞホークマン、来るぞ、ここホークマン来るよ多分。先手必勝、ポインター出たらすぐ振っていい。ポインター出たらすぐ、ポインター押したらすぐ、ポインター押したらすぐ、先手必勝。一撃で倒れるのでかいよ、敵が。この辺りで。先手必勝、先手必勝。まだ来るか？来るか？まあまあ、来てんの。まあまあまあ、引き殺す。まあまあ、引き殺す。まあまあ、かわいそうになってきたんだけど。イカダ自体は楽だね。まだ来るか？いや、これはね、まあまあね、引き殺す。まあまあ、引き殺す。で、ここで落ちるわけですね。やだな、2回も2回も落ちるのかわいそうだな、なんか。もうセティア驚いてねえじゃん、さっきなんか嘘とか言ってたのに。うわー、また落ちとる、真っ逆さま。またこれかよ。よく誰かイカラ用意してくれたんかな、さっき。そういや、よく考えたらこのイカラ2つ目ってことになるような、正確に言えば。シュールな感じやな。よし、こっからや。気をつけないとな。さっきのお猿さんもめっちゃ強かったよな。このお猿さん強いんだよな。